アビオットは、フランス、グランテスト地域圏、ムーズ圏のコミューン。ドレーヌ・ゴメーズと呼ばれる、フランス・ベルギーの国境地帯にまたがる地方の一部で、ある。シエール川の支流であるトンヌ川がコミューンを流れる。アビオス、アビオット、エーウト、モネタエイビオセンシスイモネタエイビホテンシス、アビオス、アウオート。古くはこの集落は、現在は消滅してしまったサンブリスという村の教区に、 依存していた。アビオットは12世紀の間に聖母子の木造が発見されたことで驚異的な発展を遂げた。発見以来、村は重要な巡礼地となり、1223年には某門法から解放され、そのすぐ後にノートルダムのバジリカ建設が始まった。自由都市であったアビオットにはすでに市長がおり、1230年代から刑事裁判所が組織されていた。 市長と幹部たちは、コミューン内で行われる、不動産の売却や、寄進の行為を受けた。かつての死に入ク領は、バルハクそして神聖ローマ帝国、アルロン公爵領、そしてルクセンブルク公領の支配を受けていた。1790年まで、フランス領リュクサンブールは、モンメディの大官及び武行の管区であった。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。